中条長秀は南北朝時代の人。三河衣城主。剣術流派、中条流、平野の創始者であり、室町幕府で伊賀守護職、恩賞方、自社造営奉行、表情集などを歴任した。足利義満の剣術指南役を務めた剣豪としても知られる。足利高氏に従って鎌倉幕府を滅ぼし、武功を立てた。 中条影長の次男。建無元年に兄の次長が欧州に所領を得て移住したため、文那三年に父の後を継いで、衣上主となった。年流海藻の阿網寺音の門に入り、寺音の皇帝である年流十四や明の一人となる。その後、家電の武術を体系化して、中条流平則を創始したと伝えられている。中条流では、平則とは、 平の自他平かまたは、ひとしと読んで、無双剣に通ずるなり。この心なんと言うなれば平かに一生ことなきをもって、第一とするなり。戦を好むは道にあらず。止めごとを得ず時の立ちの手たるべきなり。この教えを知らずしてこの手に誇らば、命をしゃる本たるべし、中条流、平のり血決として、標法と言わずに平のりと呼ぶ。家人。 富谷の皇帝としても知られており、長秀の歌は新潜在和歌集、新州和歌集、新五州和歌集などの直線和歌集に選ばれている。中条流流祖,祖として知られているが、武芸者らしい逸話は伝わっていない。室町幕府の表情集などを務め、また、歌人として生涯を過ごした。ありがとうございます。